今日は渋谷区にあるうぐいす谷児童遊園地というところに来ています。あいにくの雨ですね。そうですね、雨、梅雨、なんか蒸し暑い、これすげえ蚊に刺されてる。すっげえ刺されてる。めちゃめちゃ、あ、本当だ、あ、赤くなってる。なんかどうしたんですか。実はですね、今日から眼帯女子になろうと思いまして。眼帯女子。その前にあれだよ。え、あ、そうだ、紹介いつもね、ゲストを紹介するの忘れちゃう。ありがとうございます。じゃあ自己紹介お願いします。はい、はい、自己紹介、はい、私は中西優香です。今はインフルエンサーと呼ばれるちょっと影響力のある人たち、女性限定で登録してもらっている会社をやっているものとなります。よろしくお願いします。社長、はい、一応そんな感じで。今日は何て言うの。今日はですね、何がいいかな。じゃあ眼帯社長。眼帯長いな、長いな、うん、ゆうかちゃんじゃない、はい、あ、ゆうかちゃんで、じゃあゆうかちゃん、ゆうかちゃんで、やった、じゃあゆうかちゃんでよろしくお願いします。お願いします、はい、この公園さ、遊園地って言ってんのに、はい、そうなんですよね。思った以上に遊園設備が少ないっていうか。そうですね、まあ、だけどさ、渋谷の駅から代官山に向かう中で、渋谷のさ、駅周辺って全然公園ないんだよね。ない、ない、確かにないですね。その中で言うなら、まあ、結構立派な、しかもこの動物の絵とかがめっちゃ描いてあって、これね、なんかこの上が中学校らしくて。あ、中学校なんですね。で、その人たちが2016年に描いたって、なんか、はい、すごい、めっちゃうまい、ね、かわいい、そうなんだ、ね、デザイナーの方とかが描いたのかなって思ったけど、かわいい、じゃあもう立派な遊園地ですね、これがあるから。遊園地、そうですね、はい。お疲れ様です。お疲れっつうか仕事をまずしてないね。、うん、月曜ですね。あー、おいしい。いや、ちょうど雨も止みましたし ね、なんだかんだ、ね、風も吹いてて気持ちいい。マイクの近くというか、この近くで開けるんで ASMR 風みたいな、なりそうですよね。ASMR って、あの、今というかちょっと前から流行ってる、はい、あのアロエとかぐしゃぐしゃするやつだ。そうですね、アロエはちょっと独特ですけど。確かに、例えばその簡単に言ったらこれをカチャって開ける音がマイクで耳元でちょっと聞こえて、大久保さん前言ってたじゃん。ゼリー飲む喉の女子とか。そうですね、咀嚼音、咀嚼の英語読みみたいな感じです。あ、そうなんですか、多分知らなかった。 ASMR だったと思います、多分。何の略なんだろうね、咀嚼音ですかね。そういうあれなんだ、分かんない、ちょっと違うかもしれない、分かんない、そう調べたら。まあ、いいか。今やってみる。やってみます。あ、ここに向かっていく。確かに、はい、チャレンジ、いいかもしれない。ビッグカツとうまい棒どっちがいい。うわー、ビッグカツ、ビッグカツ気になります。じゃあ、よかった、やった、ありがとうございます。お酒下に置いて、はい、やった。で、これがめっちゃ音が取れるやつだから、これに近づいて、うんうん、一人で食って、うちはちょっと黙ろうか。わかりました。じゃあ見てる。緊張しちゃう。じゃあちょっと開けるところから。はい。ここ
方に向かってカメラはこっちってやってる、両方撮れてる。あ、なるほど。じゃあ、行きますよ。より音が出る。サクサクサクとか音が出るのかな。麦って。やっぱあれだったんじゃないの。うまい棒かな。うまい棒だった。私の趣味でやってました。うまそう。美味しい。めっちゃめちゃ俺好きでさ。何でしたっけ。ビッグカカス。ああ、同じやつ。めっちゃ美味しいですね。駄菓子って食べたりしない？駄菓子最近はあんま食べないですね。というか売ってるところがあんまり。コンビニで売ってるじゃん。あ、うん、そうなんですか。へ、うん、知らなかった。魚肉のすり身なんですね。うん。書いてました。魚肉のすり身だ。じゃあ健康的ですね。うん。魚肉やから。ゴージャスだね。ゴージャスですね。ちょっとカレーの風味だけどね。そうそうそう。うん、え、社長業ってどうなんですか。社長業ですか。いや、もう山あり谷ありです。なんでそもそも、はい、インフルエンサーの方を集めて会社に行こうとしたんですか。もともとは自分もちょっと芸能活動みたいなことをさせてもらってたんですけど、それもちょっとまあ23歳とか4歳とかになってきて、で自分が売れるにはちょっともう遅い時期に入ってきてしまって、でちょっと振り返った時に、あれ、私ってこんなにインフルエンサーの友達、インフルエンサーとなれるような子がこんなにいっぱい知り合いいたんだと思って、でクライアントさんのような方々とかもこんなに知り合いがいた、これをつなげた方が早いんじゃないかと思って東京に入れるようになったんですよ。で初めはちょっとやっぱそういう簡単に考えてしまってたので、いろいろと問題だったりとか、まあ騙されたりとかもあったりはあったんですけど、ようやくなんとかその就職をしたことなかったんで、その中で同期だったんで悩むこともあったんですけど、初めての就職が自分の会社って、そんな感じです、ね、あ、すごいよね。いやー、もうだから名刺の渡し方もどうしたらいいかとか、あとそのなんかパソコンを持ってくるんだよとか、そういうことだですら分かんなかったり。彼は秘書の秘書なんかずっと棒でアリンコいじってこれちょっと開けてもらおうか。一発で開けれるか。一発で、いいんじゃない。まだ食ってるから。え、はい、開けますよ。じゃあそれは社長、いきます。はい、それ一発でストローを開けれるといいことあるの、はい、ちょっと調整していいですか。ダメ。調整、はい、調整入ります。はい、よし、これ一発で、うん、わかりました。いや、あ、そういうこと。ちょっとまあ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 、そうなりました。買った、あ、これ言ってもいいですか。オープンって書いてるんで、これめくって書いてる。いや、ダメダメダメ。これやっぱりいかない。ちょっと師匠、師匠、師匠、師匠お願いします。これね、もうやっぱこうなっちゃってるじゃん、はい、うん、ストローでしょ。あ、これで、なるほど、一旦尖らしてちゃんとあれして、みんなね、こうやってやるんだけど、はいはいはい、自分の指に当たっちゃう。あ、まあ、何回も俺やってるんだけど、はい、だここからゼロでいく。うっ、この回ポンコツだ、ポンコツを呼ぶ。お、そして、あ、指が痛い。絶対言っちゃうぜ。いいことないな。お、行った。あ、
すごい。あ、ごめん。4度目、5度目の正直ということで。髪冷やしてる、噛まれたところ。めちゃめちゃ痒いのよ。でっかいの。一見これね、はい、むっちゃ厚着なんですけど、すっけすけのゆるゆるなんで。今流行りのシースルー。蚊とか、ね、防御。確かに。今日な刺されそうだな。確かに。私あんまり刺されませんね。そうですね。私なんかあんまり刺されないタイプ。まだ十何本アップしてる中で、はいはい、俺の方が編集してんだよ。そうなんですか。なんか大体取りこぼしてさ、ごめん無理だわって月曜の朝9時とかに、はい、ごめん無理だわって、やばい嘘でしょって結構こぼすよねあの人。あ、そうなんですね。編集なんか彼はまだ4本ぐらい編集で、うんうん、俺が、あと全部、風の音とか電車ガタガタガタ。そう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 。編集できんのよ。てってれー。私でももしかしたら時々こうやって眼帯つけてくるかもしれないですよ。いいんじゃない。いいね。あ、いいですか。ちょっと中二病っぽい。だけどあれでしょ、その眼帯取るとうちら消滅するぐらいの力が。動画から俺ら消し飛ばされてシューッつって編集の仕方は分かってるからね。聞かせないし、ね、よインフルエンサーが何なのかがまずよく分かってない。あ、そうですよね。インフルエンサーは、影響力のある人っていうのなんですけど、その直訳すると、やっぱその数字を持ってるとか、ちょっとそういうサービスを広げやすい人とか、商品売りやすい人だったり、っていうようなイメージですかね。あ、すごい、いいことある。今日いいことあんじゃん。来た、一発で来た。すごい、あれだね、人生の全ての運を使い果たしたねこの1回でこれもう1回消し飛ぶんでしょ。あっつって雨も止みました ね。 ね、降ったりやんだりで結果やんで山だけどいい晴れたし飲み会だったな今日も。